はい、ペン回しパフォーマー K です。中国のペンスピナーノープさんからペンが届きました。中国のペンスピナーで、ね、ノープさんという方がいらっしゃるんですけれども、ペン回しで個人ブランドを持っていて、いろいろねこういう商品を開発したりしている方なんですね。でまあ僕はね大会とかで中国に行くこともあるんで、そういう時にこうノープさんと仲良くなって、いや K 今度ペン送ってあげるよっていう感じの流れでね、今回こちらの新商品が、送られてきましたんで、じっくり見ていきたいと思います。でこのペン以外にもねいろいろグッズをいただいたんで、そちらも合わせてねいろいろ見ていきたいと思います。それでは手元を落ちながら詳しく見ていきたいと思います。はい、じゃあ見ていきましょう。ノープエレメント、かっこいいね。迷彩柄がテーマみたいな感じですね。これだけスピニーの印字が入ってますね。スピニーって何だったかな、ちょっとよく覚えてないんですけど、はい、なんか別の特別仕様みたいな感じですね。じゃあちょっといろいろパッケージとか見ていきましょうか。 NOPE、 このロゴかっこいいよね、丸いやつ。 NOPE 先生、あのこの先生っていうのがね、あの日本語の先生っていう意味そのままじゃなくて、あのミスターみたいな意味らしいです、中国語だと。だから自分で先生って言ってるわけではないですよ、 NOPE さんがね。ミスター NOPE みたいな意味ですね。迷彩元素ペン回し、どういうことだろう、よくわからないな。でいろいろ書いてあります。で左右は迷彩柄になっていると。じゃあもう早速出してみましょうか。はい、じゃあ白いやつ開封します。よいしょ、よっ。はい、こんな感じですね。真ん中が銀になってる。で、ボルテックスされてるような感じかな。でここ迷彩になってて、グリップで重りがついてると。おお、重い、かなり重い気がするこれ。そして長い、かなりね振り回されるような感覚ですね。大技は相当やりやすいんじゃないかな。うん、長さが長っ、23.2cm ぐらい、グリップ合わせてなかなか長いね。24.7g、重いね、すごい重くて長い棒って感じですね。まさにね中国のトレンドはそういう感じなので、中国ね大技がめちゃめちゃ強いんですよ。でやっぱりそういう方向に特化しているような感じの作りになってるかなと思います。うん、いいね、勝手に回ってくれるような感じ、すごい大技はかなりやりやすいなと思います。ちょっとせっかくだからこの黒いのが気になるね。黒いの見てみたい。いやかっこいい、黒軸めっちゃかっこいいじゃん。いいねこれ、素晴らしいね。ちょっと気になるんで分解してみたいと思います。うん、やっぱりここで取れるんだね。ここで取れて、銀のところだけ多分別のパーツだろうな。うん、そんな感じですね。よいしょ、結構しっかりやってるな。はい、でここで取れるでしょうね。ほうほうほう、こんな感じだね。これ別に何のペンとかっていうわけではないと思いますね。これ用に作られた、ものでしょう。太さ的にはねスパチより細いかも。 KT 軸に多分近いですね。結構細身です。でこれグリップがあって重りがついてて、おおすげえ、見えますかね、ここに NOPE エレメントって書いてある。すげえ、グリップに印字が入ってるよ。これすごいな、工場持ってるってことだよね。これ要するに工場っていうか金型か、金型持ってないとこの印字は作れないよね。いやさすがですね。これは回すと取れる。ほほ、あ結構重みあるね、重りも。ドクターグリップのチップ、エアフィットチップぐらいあるかな、結構重い。これが入ってて、さらにドクターグリップレベルのグリップがついてるという感じですね。はい、重くて長いペンということでしたけれども、さらにねこのペン以外にも、いろいろねグッズが入ってたんですよ。まずはこちら、よいしょ、袋 NOPE 書いてある、めっちゃかっこいいよねこれ。なんかで青も入ってました。でこっちはねクロス布ですね、
これもノープの印字が入ってる。かっこいい。で青も入ってると。で、さらにこちら、マスキングテープですね。なんかノープ本人曰く、ここのとこが剥がれてきたらこれを貼って直してねと、いうことらしいです。あ、その発想はなかったなって感じですね。これで直してくださいという感じです。なるほど。で、予備のグリップ、あのノープエレメントって印字が書いてあるグリップですね。そして予備の多分真ん中のパーツですね。それから予備の重りと、あ、リフィル。なるほど、ちょっと形が違う。これあれだ、かけるようにしたい人はこのパーツに取り替えてこうリフィルを刺しといてくださいと、いうことですね。なるほどね。わあ、これはいいな。そしてこのね、アルミホイルに巻かれた謎の物体、ちょっと開けてみるとね、これなんか黄色い塊が入ってて、これ何か全然分かんなくてノープにね聞いたら、これ蜜蝋らしくて、まあ、あのこれを塗ると滑りにくくなるよということらしいです。へえ、なるほどねって感じ。ペン回しにはね今までなかったようなアイテムですね。結構さ、ヨーヨーとかだとこう油さして、コンディション整えたりとかっていうのあると思うんですけど、ペン回しってなんか手汗の加減じゃない。手汗の加減ってやっぱこう環境にかなり左右されるから、それだったらもうこれに慣らしちゃってやった方がいいのかもしれないですね。その手はなかなか考えらなかったな。で、まあこれをこう塗って、まあ、クロスでこう拭いて、自分のいい感じのコンディションにするための蜜蝋らしいです。へえ。そしてね、ステッカーも入ってました。まあ、この国旗はちょっと置いといて、ノープのねこの丸い印字のやつと、ノープ迷彩柄のやつ、これかっこいいよね。この筆のノープってやつ、これいいよね。とあとなんかキラキラしてるのと、あともう一種類あったんですけど、ちょっとパソコンに貼っちゃったんで、これだけ紹介します。この量のねグッズを送っていただけました。本当にノープさんありがとうございます。素晴らしい商品。こちらのグッズはね今日本ではまず手に入らないと思うんですけど、ちょっともしかしたら輸入ルートというか販売ルートを作れるかもしれないんで、続報をお待ちください。はい、ということでノープエレメント紹介してみました。見た目めっちゃかっこいいよね。これペン回しのために作られた道具っていう感じで、僕はすごく好きですね。さっきも言った通りね、これを販売するルートがもしかしたら作れるかもしれないんで、ちょっとね続報をお待ちくださいという感じですね。中国に行く機会があればね、ぜひノープさんと連絡取ってみてください。はい、それではここまでご覧いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。